ここでは、対象経費について説明します。募集案内をご覧ください。募集案内6ページをご覧ください。女性対象経費は、消費税等の間接経費を除き、以下1から6の条件に適合する経費で、次のページに掲げる経費です。こちらが、女性対象経費一覧となります。経費全般に共通して言えることですが、 対象となる経費は、事業計画の実施のために必要な経費で、女性対象期間内に契約から支払いまでの全てが完了する経費です。ここでは、研究・開発の対象経費を参考にご説明します。開発可能性調査では、女性対象となる経費が限定されますのでご注意ください。では、 経費ごとにご注意いただきたい点について説明していきます。原材料、福祉材費についてご説明します。女性対象期間内である、令和5年1月31日までに使い切る数量を計上してください。事業終了後の完了検査で、使用数量をすべて確認します。子孫時品等も廃棄せず、保管をお願いします。完了検査では、 機械部品例えば試作機に組み込むネジなど形のあるものは組み込まれた現物を確認しますこのネジが100本あれば100本全てを確認する必要がありますのでどのネジがどこに使われているかを全て管理しておく必要があります液体などの保管が難しいものについては開封前の容器の写真及び使用済みの容器の写真を記録した上で 使用済み空き容器等を保管しておいてください。完了検査の際に未使用で残っているものがあった場合は、それらについては助成対象外となります。過去に事業計画にかかったすべての経費を計上された企業から、開発自体よりも原材料の管理に非常に手間がかかって大変だったという声をいただいております。 細かな部品すべてを計上いただくことは可能ですが、すべてを計上しなければいけないわけではありません。管理の手間と経費コストを比較した上で、何を対象経費として計上するのかをよく吟味いただくことをお勧めします。一定ロット以上でしか購入できないものを計上する場合、見積書は最低ロットで徴収し、 申請書では使用予定数量のみを計上してください購入する物品1種類ごとに全て見積書等が必要となります〇〇用部品一式などの計上方法は認められませんので見積を取る際にはご注意ください採択をされた後の実績報告時に使用実績書の提出が必要となりますので使用実績を記録してください 様式は特に決まっておりませんので、任意の様式に、何を、いつ、何の目的に、どれだけ使用したかを記録してください。また、助成金算定基礎額の上限は、単価1件につき100万円になります。例えば、単価200万円の材料を計上する場合、助成金として計算する金額は、 単価100万円×個数ということになります助成金算定基礎額とは日目ごとに定められた限度額を踏まえ算出した金額で助成金申請のもととなる金額のことです機械装置についてご説明します研究開発に使用する機械装置を自社で組み立て製作する場合の部品は機械装置費となります研究開発の成果物である 機械装置の試作機に組み込む場合の部品は原材料、副資材費になりますのでご注意ください。また、開発後の量産に使用する機械装置やパソコンやタブレット端末、スマートフォン及びソフトウェアなど汎用性の高い機械装置は対象外です。高額な機械装置の購入する場合の注意点です。 500万円以上の機械装置購入にあたっては申請書にはその状況を記載する欄がございます購入以外の安価な方法リースや試験委託などについてよく後検討いただいた上で計上してください1件につき税抜500万円以上の機械装置購入の場合上限500万円までが助成金算定基礎額となります 例えば、1000万円の機械装置を計上した場合、助成金として計算すると、500万円の2分の1の250万円になるというものです。なお、審査の結果、事業計画が採択された場合でも、高額な機械装置が経費として認められない場合もあります。その場合も、事業計画の変更ができませんので、 予算に余裕を持った計画を策定してください。また、助成対象として認められた機械装置について、発注先、購入する機械装置等の形式等、発注内容を変更する場合は、事前の届出が必要です。届け出なく、申請時と異なる機械装置を購入した場合、助成対象とならない場合がありますので。 ご注意ください外注・委託費についてご説明します事業計画の要件でも説明しましたが事業計画の技術的課題の解決方法そのものを外注・委託する事業計画は申請できません公設試験機関等で見積書の徴収が行えない場合は試験機関が公表している料金表で 依頼する試験内容と該当する料金が分かるものをご提出ください。なお、開発可能性調査事業でご申請される際に、外注・委託費として計上いただけるのは、大学や公設試験機関等に試験分析を委託する場合の経費のみとなります。助成金算定基礎額の上限は、 女性対象経経費費総額の50%まままでにになりますす産産業財産権経費についてご説明します事業計画にかかる特許や実用新案の出願費用が対象となります出願費用には新規に出願する費用のほかにその特許に付随する審査請求を女性対象機関内に行う際に要する経費も対象となります 出願後の特許を維持するために必要な特許料等は助成対象となりません。出願経費を計上する場合、特許事務所等から見積書を徴収してください。申請の段階で、まだ出願請求交数が確定していない場合には、出願予定交数をもとに、概算で見積書を徴収してください。なお、 産業財産権経費を計上いただく際にご注意いただきたい点がございます助成金を受け出願または取得した産業財産権は一定期間処分が制限されます令和9年3月末日までの間に譲渡や実施権の設定を予定している場合には助成対象経費として計上されないようご注意ください技術指導導入費についてご説明します 大学、独立行政法人、公設試験機関から受ける技術指導のみが対象となります。申請の際には、見積書または締結済みの契約書をご提出ください。大学との契約においては、大学から見積書が出ない場合があります。その場合、指導期間、契約予定金額、指導内容等が確認できる申し込み書等で、 大学側が受付をしたことが確認できるものをご提出ください。また、寄付金名義での契約を求められる場合がありますが、寄付金は女性対象経費として認められませんのでご注意ください。直接人件費についてご説明します。対象となるのは、正社員の人件費で、原則、市内の拠点で事業計画に従事することが条件となります。 登記場の役員の方、個人事業主の方、パート・アルバイト、他社からの出向社員、臨時社員の方は、女性対象外となります。直接人件費を計上する場合は、時間単価の算出根拠として、申請の際に、直近1ヶ月分の給与明細の写し、または、賃金代帳をご提出いただきます。対象は、基本給と諸手当になります。 および時間外労働に対する賃金は除きます諸手当は給与規定等に算定根拠が明示されているものに限ります助成金算定基礎額としての上限額は300万円です例えば500万円分人件費を計上した場合も助成金としては上限300万円の2分の1の150万円となります なお、実績報告時に、就業日誌の提出が必要です。様式は、ホームページからすでにダウンロードいただける状態になっています。業務内容について、人ごと、給与計算の対象月ごとに実績を記録してください。調査費についてご説明します。助成金算定基礎額としての上限額が100万円の2分の1ですので、 助成金額ととしては50万円となります。調査費で対象外となってしまうよくある例がインターネットで書籍を購入する際にクレジット決済をしてしまうなどです経費は全て現金または銀行振込となっていますのでご注意ください次にクラウド利用費ですクラウドコンピューティングの利用に要する 自社が保有しないサーバーのデータ保存領域を借りる費用について、初期費用と月々の利用料等が対象となります。通信料などの付帯費用も対象となりますが、見積書であらかじめ金額が確認できるもので、あくまでも補助事業に必要な最低限の経費が対象です。機械装置費と同様に、パソコンやタブレット端末、 スマートフォンなどの本体費用は対象外です。日目ごとのご説明は以上です。女性対象期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までです。令和4年4月1日以前に、すでに契約済みの場合や、令和5年1月31日までに支払いが完了していない場合は、女性対象になりません。例えば、 高額の機械装置を3分割でお支払いされる場合3分割のうち最後の1回の支払いが令和5年1月31日までに完了しないと最後の1回分だけでなくその機械装置の全額について助成対象となりませんのでご注意ください続いて助成対象とならない経費についてご案内します1から16までありますが 特にごご注意いいたただきたいものをご紹介します。1契約から支払いまで一連の手続きが女性対象機関内に行われていない場合先ほど女性対象機関でご説明したとおりです2女性事業に使用しない物品の購入業務委託等これは完了時点で未使用の購入原材料等を含みます3見積書 契約書等の帳表類に不備がある場合、採択をされると、1月31日までに、実績報告書をご提出いただきます。その際に、経費関係の添付書類として、経費計上された品目ごとに、見積書、契約書、納品書、請求書、領収書等をすべて揃え、ご提出いただくことになります。経費によっては、 契約書の代わりになるものが注文書であったりする場合もありますが、基本的には、すべて揃わないと助成対象となりませんので、漏れのないよう、書類を整えていただきますようお願いします。5. 現金または、銀行振込以外の方法により支払いが行われている場合、近年、インターネットでクレジットカードを使って物を買う機会が増えていますが、 本助成金においては、現金または銀行振込でお支払いされたもののみが助成対象となります。6. 事業計画に関わりのない通常の取引と混同、合算して支払いが行われている場合助成金の経理処理は通常の商取引や商習慣とは異なります。 女性対象事業とその他の事業との区分管理の徹底をお願いします。具体的には、女性金に経費計上するものについては、通常の取引と、はっきりと線引きし、女性金に経費計上するものだけの見積もりを徴収し、発注を行い、支払いまでを行うようお願いします。7、14に記載があるように、 消費税や送料などの間接経費については女性対象となりません。8、9、15、16についても価格の適正性が明確でないため女性対象外とさせていただきます。11、女性対象事業の実施に必要な環境整備に要する経費は女性対象となりません。例えば、評価試験を実施するために 車内に実験室を整備したり社外でどこか場所を借りたりすることがあるかと思いますがそれらにかかる費用は助成対象となりません。これで経費についての説明を終わります。